こんにちは。アマゾンエキスサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンで、えー、販売する商品、仕入れる商品を探す方法、えー、それについてお話し,します。まず、まあ、インターネットでどっか仕入れる、えー、サイトを探すなり、あるいは、えー、実際のお店に行って商品を、まあ、決めますで。その商品のね、えー、商品名、あるいは、えー、商品が出てくるであろうキーワードを こちらのサーチ画面に入れます。そして検索すると。すると、このように商品が出てきます。で、出てきた商品ね、あ、これと一緒だと分かったら、その商品をクリックします。そうすると、まあ、このように商品が出てくるんで、まずチェックするのは、これ実際売れてるかどうか。で、下の方にスクロールしますと、このランキングと、 いうのがあります。Amazon ベストセーラーランクと。で、このランクというね、ランキングが何も書いてないというカタログは売れたことがないカタログ。で、ランキングついてるカタログであれば売れたことがあると。で、この時ランキングはね、何位以上じゃなきゃいけないとか、そういうのは気にしないでいいです。ランキングがついてるかどうかが重要と。で、ランキングありの商品を見つけたら、次にライバル状況をチェックします。 こちらのね、えー、16ニューとか、これオファーの数なんで、えー、そこをクリックすると、まあ、他の出品者の状況が見れます。で、その時、まあ、これはあのオーストラリアアマゾンが一番最安値出して F で、FBA、え、で、ー、出してます。で、えー、よくあるのはね、えー、例えばこれ428とか459ってなって、ね、ここら辺に、えー、298とか、自己発送でね、すごい安い出品者がいたりすることがあります。 で、その時、一番安い自己発想の、えー、値段で販売するという形で見るとね、まあ、ほぼ、えー、利益が取れる商品なんてなかなか見つけにくくなっちゃいますんで、えー、そうじゃなくて、値段はあくまでも、まあ、FBA で出てる金額、あるいは、えー、オーストラリア、イベーで調べて制約してる金額、えー、それを参考にして、えー、値段を決めてください。最安値で比較したら、えー、商品がなかなか見つからないです。 そしてアマゾン最安値じゃなくても FBA を利用していれば売れ,売れますんで、えー、全然あの最安値にはこだわる必要がないです。次に、このプライムというところにチェック入れるとね、えー、実際のライバルの数がわかります。あの自己発想で出している人はどうせほとんど売れないんで、あんまライバルと考えなくても大丈夫です。ただ、まあ、今回のこの商品の場合はね、 え、オーストラリアアマゾンが出してますんで、オーストラリアアマゾンとバッティングした場合は、ほぼね、カート取れません。カート取れる基準に達してもカート取れないと。で、オーストラリアアマゾンが出してればね、その金額より安く出すと、なかなか利益取れにくい。で、アマゾン安く出すとそれに合わせてくる場合が多いということでね、オーストラリアアマゾンが出してる出品については、出してる商品については見送った方が賢明です。 でここまでチェックしてね、えーまあ、特にライバル FBA の出品者いないとか、FBA 出品者は1名だけでその値段で売れば、えー、十分合うというのが分かったら、まあ、次に、まあ、出品してみて、FBA 納品できることを確認してから仕入れると。これ初めの頃はね、えー、出品できない商品、あるいはね、FBA に納品できない商品っていうのもありますので、まあ、それ確認せず買っちゃうと。せっかく仕入れたのにね、えー、売れないと。 いうことになって無駄になっちゃいますんで、出品と納品できることまで確認してから仕入れるというのをね、えー、心がけてください。まあ、そんな形で商品探しについては、またご質問があればお答えしますけど、まあ、今回はね、えー、もうかなり初めのとっかかりから、まあ、考えてみればね、アマゾン、アマゾン出をする人が全員日本アマゾンのヘビーユーザーというわけでもないんで、 あまり Amazon 使ってない方だとね、この検索の仕組みとかわからない場合もあるんで、えー、手順を動画にしました。ご参考にして商品探しをしてください。以上、Amazon 室サポーター、堀秀夫でした。